こんにちは、花山さん。まあ FX やるのはいいんじゃないですかね。まずはどの本を選べばいいのかっていうところで多くの方が間違いますんで、まあもしかしたらそこですでに入り口でつまずいちゃってるのかもしれませんけども、わかりません、それはね。まず私だったら本を買わないですね。ネットで検索すると出てますんで、その中で、まあ、どのサイトでもいいんでね、最初の冒頭500文字ぐらいをきっちり頭に入れたりとか、専門用語を3つぐらいまずは暗記してみるってことで1日目送るかなと思います。まあ、それからですね、2日目同じことをやれるのか、3日目同じことをやれるのかって試してみて、でまあまあまあ1週間とか2週間とかできたらね、そしたらどの本を選べばいいかってセンスが身についてきます。というのが、今まで覚えた中で、ネットで覚えた中で頭の中に印象のある耳障りの良い言葉を使ってる本を選ぶっていうルートですかね。まあそうすると最初に買った本が開くの億劫じゃなくなるんですよ。分かる言葉とか、それからストーリーが見えてくるんでね。でそういう風にしていけばいいのかなと思いますけども、まあでもね、難しい本買ってみて、ああやっぱり難しかったなと、無知っていかないないけないなという風に、行動動機が起きるかもしれないですね。まあ私がね、本当思うのは、多くの方が実はね、FX の学び方を間違えてくれてるってことなんですよ。で、FX の学習の仕方も実践の仕方も大きく間違えてくれてるんですよ。で、なんで間違えるかっていうと、それで正しいと思っちゃってるからなんですよね。そして、まずやってみようって思うからなんですよ。この2つって間違えてるようであって、結果的には違うんですよね。で、この辺の言い回しが非常に難しいんですけども、まあそう甘いもんじゃないっていうのが、ビジネスみたいに教科書があるわけじゃないんですよ。で、FX に関しても投資に関しても、いろんなことを言う人がいますけども、自分のライフスタイルとか余剰時間とか他にやってることとかを計算して書かれた本はないと思うんですよ。まあ、ですんで、結局投資になればなるほど、まあ人から学ぶっていうかね、誰かに弟子入りするとかね、そんな関係があるといいんじゃないかなと思いますけども、ただこれも難しくって、教えてくださいって言っても、教える方がね、いつでもどうぞってわけじゃないんですよ。特に教える方に余裕がある人、資金的に余裕がある場合は、めんどくさいから教えないんですよね。教えれば理解できる人ばかりじゃなくて、逆にですね、何回言っても分かんない人、何回言ってもやらない人ばっかりなんですよ。で、そこに対して例えばね、3ヶ月コース30万50万とか言ったら、もうね、やってられないんですよ、そんな金額じゃ。だって投資で勝ってるわけですから、そんなね、人からお金もらわなくても、投資に割く金額をちょっと変えれば30万50万なんて1日の仕事なんですよね。だからそうなってくると、本来は投資家から学ばないといけないのに、教えてくれる投資家はほとんどいないっていうことになるんですよ。で、もしね、教えてくれる投資家がいるとしたら、その人は儲かってない人なんですよ。そういうふうに思わないと、とんでもない罠にはまることになります。先ほども言ったように、投資で儲かってるんだったら、わざわざね、コストパフォーマンスの悪い人に教える、そしてそこからお金もらうっていう方法を取らないですよ。サポートも必要ですしね、クレームもあるかもしれないし、それから3ヶ月のサポート期間終わっても何かやらないといけないってことになりかねないんですよね。だからまあ、この相反するロジック理解できたら、人から学ぶってことは気をつけないといけないなっていうところに来るでしょうね。で、いろいろ話しましたけど、私がね、それでも FX やることをおすすめするのには2つの理由があって、FX っていうのはね、一人で学んでもできるんですよ。で、合法的に学んでない人から、もしくは勘違いしてる人からお金を奪ってくることができる、そんな世界なんですよね、FX は。それ以外に価値はないです。FX で人の心を癒したりとか、誰かを励ましたりとかね、なんかトラブルを救ったりってことはないです。ただのお金のやり取り、平たく言ったらこれギャンブルです。で、もう一つの理由なんですけども、FX をね、学ばない人が FX の世界に入ってくると、結局 FX で負けてくれるんで、きちんと学んで、学ぶことにコストをかけてきた私たちの回収が早いんですよ。ひどい言い方ですけども。まあ、ですんでね、最初に例えば、数千とか数万円とかで学べない人って、FX の世界でそれ以上の金額をずっと払い続けることになるんですよ。で、どっちがいいかなってことですよね。だからやっぱり学び口があるんだったら、学べるうちに学んだ方がいいと思いますし、もしそこが有料であったとしたらね、有料なんだったら、まあ有料であるのには越したことがないかなと思いますよね。で、無料で学びたいんだったら、無料の情報いくらでも落ちてるんで、それは一生懸命検索すればいいんですけども、まあそれぞれかなと思いますね。
私の場合はまあ人に学んだかなって、私のことをよく知ってる人から学びましたんで、うん、だからすごく助かりましたよねそれはね。あとね、続けること続かないことっていうテーマですけども、これね多くの方はどうやっても続かないです。なぜなら続けるためにモチベーションとか根性を出すからなんですよ。こう言うと逆説的ですけども、継続できてる人にそんなもんいらないんですよね。もうなんか無遊病者のようにずっとやってるんですよ。だからその域まで達するんだったら多分継続して何かをなすことはできますけども、大変な時でも一生懸命みたいなね、なんかその精神論になってくるともうどっちかっていうとうまくいかないんじゃないかなと思います。というのがモチベーションとかやる気っていうのは落ちるんですよ。で落ちた時どうするのか、モチベーション上げるためにわざわざ一手間二手間かけないといけないですよね、自分を励ますために。で自分にご褒美みたいな甘っちょろいこと言う人もいますしね。そういうんじゃなくて思考停止して淡々とできるかどうかですよね、目的に向かって。だからね、辛いことに立ち向かっていくっていうとなんか美しく聞こえるんですけども、その辛いことがあるっていう時点でもうちょっと負けてるのかなと思いますよね、うん、で目的を達成する人って振り返れば大変だったけどもやってる途中は夢中で何も気づかなかったっていう人がストレートでストーンといくんだと思うんですよ、うん、まあそういう風になっていかないときついですね。自分に負荷をかけているっていう意識した時点で一手間一手間かかってますから遅れちゃいますよね。まあでもね、そうは言ってもそうは言っても継続しなければ何もことをなさないというのはハンナレモンさんと同じ意見です。継続しなければね、じゃあどこまで継続すればいいんだって話ですけども、それは分からないんですよ。人によっては30年なのかもしれない、20年なのかもしれない、10年かもしれないし、もしかしたら5分の継続かもしれないんですよ。それは継続の質にもよるんですよね。ですんで自分の継続の質が高いというふうに分析できる人は短期間で終えるでしょうけども、継続の質が悪い人はね、これは果てしなくかかると思います。寿命を全部捧げても間に合わないかもしれないんですよ。人間の寿命が1万年あったらそれは何でもできると思うんですよ。1万年あったらこういった iPhone でも一人で作れると思います。ただ私たちの寿命はそんな長くないんでね、そこが悩みの種ですよね。まあ、ですんでどっかでこの道は自分の人生の中では無理だなっていうふうに損切りをつけるところ、これも必要だと思うんですよ。みんながみんなね、プロ野球の選手目指さないですからね。でもどこかで線を引いて退場していくわけですよ。そして新しい道を見つけていくっていうことになると思います。その決断力、諦めの速さっていうのも重要なポイントかと思います。リスクヘッジの一つ、それは諦める、これをどこに置くかですよね。諦めのポイント、このリスクヘッジが使いこなせなければやっても効果が出ないことをずっとやって、やれば効果が出ることが結局人生の後ろの方、いわゆる大器晩成になるってことになっちゃいますね。まあ、それでも人生のうちに見つかればいいですけどね、見つからなかったりしますよね。どうなんですかね。まあそんなことですかね。ハンナレモンさん、続くか続かないか、これはもしかしたら努力ではなくて天性の才能なのかもしれませんね、うん、謙虚に才能だと今回は私は思っておくことにします。たまたま私は努力しなくても続く人間だったというね、なんか知んないけど思考停止してゾンビのようにずっとやってるみたいな、そんなことができたのかなと思いますね。ということで、ハンナレモンさん、頑張ってください。どちらにしても FX やるならやらやるで、でサロンメンバーも増えたみたいですごいですよね、うん、サロンのマネジメント向きかもしれないですね、ハンナレモンさんはね。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。